皆さんおはようございます、こんばんは、そしてこんにちは。今日のハムちゃんです。この冬ぐらいになってからハム寒さ対策もあるし抜け毛対策もあるんですけど、このお洋服をなんか肌着みたいなお洋服を着せてることが多いんですけど、なんかこれに見慣れてしまって、この前ちょっと服脱がした時にお洗濯してた時に、え、こんなに黒かったっけって思ったことがあってね。ハムってこんなに、私本当はこんなに黒いんだよっていうとこ見てもらおうかね。じゃあちょっと久々に服を脱がしたいと思います。じゃーん、服脱ぎました。ハムこんな黒かった？なんかここだと白い部分が多く見えるけど、このハム立っていいよ。なんだろう、このほら横から見た時、あれこんなに真っ黒だったっけって、この前久々に見てびっくりしました。すごい黒い犬だったんだね、ハムってね。そういえば忘れてたよ。なんかグレーのお洋服に慣れてて、こんなツヤツヤした黒いワンちゃんだったんだ、ハムって。でもやっぱ冬だから着せてましたけど、やっぱり肌感覚が可愛いですね。そのままの方がやっぱハムって感じだね。忘れてたけど、黒いな。でもまだ寒いからお洋服着よっか、ハム。だいぶハムもでも慣れてきたんですよね、お洋服着てること。着せたての時は嫌がるけど、ずっと着てると慣れてきてますね。いい感じだね。そんなに激しくするの？うわ、元気だね。じゃあまたお洋服着せたいと思います。かわいいな、やっぱそのままの姿やっぱりかわいいな。でもやっぱちょっと寒いもんね。ねえ、寒いもんね。じゃあ着せたいと思います。チャンネル登録お願いします。またねー。